連絡来てない。え、待って、あと30分もない。え、30分乗れるっけ、飛行機。乗れ、ごめんごめん、やばい。何してんの。じゃあ聞いて、スーツケースタクシーに忘れちゃって。出た出た出た。今日2時間前にさ、家出たのに絶対間に合う予定だったのに、とりあえず座ってる暇ないからね。なんかお腹痛くなって。ねえ、早く行け。大丈夫だって、まだもう来た、見ちゃった、結構知らないからね。バイバイ。あとで電話終わったら行くわ。もしもし、池田ピーピーマンでーす。ピーピーパパでーす。池田のアップルでーす。はい、ということで、なんとですね、今から韓国に行きたいと思いまーす。まあね、ちょっとなんかやっぱりこういう時期なんでね、行けないですけど、海外旅行とかは私たちだけ特別な許可を得て、なんかついにね、出国ができるようになったので、今から3人で韓国旅行に行くんですけど、どうですか。いや、もう1年ぶりですよね。もうドキドキ今から。なんかね、すごい周り静かすぎてびっくりって感じなんですけども、1泊2日ぐらいでちょっと短くはあるんですけど、まあね、いろんなとこに行っていつも通り楽しんでいければなと思っております。本当に楽しみたいと思います。嬉しい。ということで、最後まで見ていてください。 PK チャンネルスタート。めっちゃ眠い。それな、長いよね、後期寝よ。ねえ、ゆう始まった。出た。マジで肩凝る、これ。そっち、そっち切り飛ばせば。気持ち悪い、本当にいらん。釘でもここに置いとく。あ、そうだね。後期なん、あと10分ぐらいで着くよ、ピー。余裕。ほんとかよ、まだベースメイクでしょ。え、てかめっちゃ揺れてる。多分だ、これ墜落するわ。ねえ、いつもそれ言うじゃん、おどさんで、そうやって。気持ち悪い。はい、ということで、韓国に到着しましたー。寒くね。マジで寒い。すごい、めっちゃ綺麗、天気。イエーイ、超天気いいね。それで今から入国審査をしてから入っていきます。イエーイ。犯罪者大丈夫そう。楽しんでいきたいと思いまーす。いきまーす。はい、チーズ。超お腹すいた。これ食べたい、これ、これ食べたい。最高。これはなんか韓国限定のタピオカの次に来るみたいなジュースらしいんですけど、パプリカとピーマンの成分がめちゃめちゃ入ってるらしくて、なんか僕 PR で今回あのお話いただいて、インスタの投稿するのに来るっていうちょっと用事もありました。ごめんね、2人には来てない案件で。なんかね、こいつ1人だけ。え、しょうがない、だってパプリカだよ。ユーピーマンに来なくて誰に来るって話でしょね。払えた。遅くね。まだですか。注文。え、さっきも頼んだんですけど。え、もう頼んだよね、さっき。うん、頼んだ。なんか男の人が来て。もう頼んだ。もう頼んだ。じゃあもう一回頼むわ。おにぎりとキムチチゲとチヂミ。チヂミ。あ、これです、これ。はい、以上で。へぇ、よくさ。すごい、すごいじゃん。美味しそう。ご飯、あ、チヂミ。待って、食器じゃないんだけど。やばいよね。サンキュー。投げてんだけど。え、すごいね。もう何も言わなくなったよ。じゃあなんかしたい。すごいじゃん。隠し撮りする。何しよう。これ熱い、熱い。熱い、熱い。これ熱い。え、カメラ回ってたら急に優しい。あ、やばい、バレた。ありがとうございました。チゲやばいって、これ。カッパはトイレ行った。あ、帰ってきた。あ、帰って。待って、ごめん、イケメンに捕まってた。とびっこおにぎり、ママはよ。うわ、どう、うますぎる。いただきます。いただきます。うま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 、幸せだね。うん、今日は家からガーリックソルトを持ってきました。うま、うん、やっばね、絶対美味しい。うわー、うん、うん、うん、うまっ。その右のなんなの。
何ナッポッキって何なの？トッポギラーメン。へえ。うん、トッポギ美味しい。めっちゃ辛かった。あと本当韓国の辛いのいけるよね。うん。リリが辛い辛いって言ってるの見たことないもん。うん。見たいってみてちょっと。うん、辛いもん。ルプのさ、韓国よりレベル高くない？じゃあ新大久保行ったらいつもここ行くんだよ。いや待って高い。何の話？日本にもあるそうです。チヂミ美味しい。ちょっとガーリックソルト正解すぎ。吐き気は催すんよ、さらに。うん、使えるこの話どこで何使えるでもいつもそうになるし、韓国来てもさ、結局さ、うん、自分たちのこと話してる昔のさ、恋愛話とかさどこ行っても一緒ね。今日夢を3個から5個ぐらい見たんだけど、うん、1個目がカッパと富士急に行って、うん、帰り道に富士急の最寄り駅までタクシーで行くはずなのに、うん、うちらもう死ぬほど疲れてもう何やまでって多分言って、うん、そのまま眠りに落ちたんよ、車乗った瞬間に、うん、そしたら着いて運転手さんにお支払い50万円ですって言われてみたいな。で、めっちゃ切れて、うん、これ絶対間違いですよねみたいな。で、まあそれはまだ富士急の最寄りだと思ったんよ。あ、うん、そう、普通に東京で着いたら、うん、で、支払い50万円ですって言われて、うん、とりあえずあの今払って後から領収書に書いてあるタクシー会社に電話して文句言おうって言って、うん、払ってそこで一回目覚めて。何の夢？やばいよね。2個目の夢がなんかめっちゃ変な部屋に閉じ込められて、いきなりコンコンってノックしてきて、レペゼンの DJ 社長が入ってきて一緒にバスケした。やば、どんな夢？やばいよね。さすがにそれは何を考えてるったら、うちとレペゼン地球の社長の夢見る。あ、3つ目がガチでハゲた夢見た。ここが綺麗になくなった夢見た。めっちゃ嫌だったあれ。全然浅い眠りだね。めっちゃ浅かった、もう過去一。やばい、とびっこおにぎりでご飯が食えるってどういうこと。白飯のおかずになるんだけど、とびっこおにぎり。これさ、でも日本でもできそうだね。うん。あ、時間がないよ。食べ上げるわ、15分で。漏れるんだけど、いつも鼻低いから。おーい。あいや。あ、ぼーちゃん。食べたい。明日どこ行くん？ニャンニャン。ホテルで一日過ごしたい。なんか前はさ、深夜までよく起きれとったけど、最近年でうちらすぐ寝るよね。ホテルね。お風呂朝でいいや。え、また？うん。絶対どうせもう夜からじゃん、行動するの。めんどくさいね。先寝るわ。2時間仮眠します。出た。うちらと本当にホテルのリズムが違うもん。東京で何してんだろうって気持ちになってきた。韓国、ここはね、そうだよね。そうだね、美味しかったもんね、韓国の料理ね。新大久保でウーバーしたやつね。はい、ということで今回は、1泊2日の韓国旅行をしました。かなりハードな旅で、うん、あんまりこうカメラ回せないところとかがあったので、うん、ちょっと見応え的にはあんまりだったかもしれないんですけど、しっかり楽しめました。ね、楽しかった。美味しかったしね。ね、ちょっととりあえず2秒で日本に帰ってみたいと思います。せーの、はい、落ち着くね。ただいま帰ったよ。やっぱホーム、ホームしか勝たん、ね、ホームしか勝たん。ということで、Wii 20でした。なんたら。え、なに倒壊しようやないの。街が倒壊しとんのに。食が優先なのよ。まだ食べとって。街倒壊中やぞ。ご飯がうめえの。早いらんし。